きさん、こんばんは。初コメです。現在ドラムを始めて1年ぐらいですが、なんとか毎日3時間の練習を欠かさず頑張っています。めっちゃすごいじゃないですか。最近モチベーションが下がってきてしまいました。何かモチベーション上げる良い方法ありませんでしょうか。モチベーションが下がってしまう時っていうのは、多分ね、自分の中の変化に気づけない時やと思うんですよ。だから1年ね、1日3時間も練習してるのに、なんか全然上手くなってる気がせえへんみたいな。でなんかそのね、他の例えばツイッターとか YouTube とか他の人の動画を見ると、なんか自分よりもこうね、ドラム歴がこう浅い人とか、自分よりもね、こう年下の人がこう自分よりもすごい上手い演奏をしてるみたいな。だからそういうこう他人と比べてしまったりとかした時に、まあ、モチベーションが下がったりとかもするし、なんかこう自分の成長を実感できないと感じた時に、やっぱモチベーションって下がってしまいやすくなるんですよ。そうなので、まあ1日3時間の練習っていうのもまあまあハードルが高いものやと思うんで、もう一回そのハードル下げてもらって、で日々の記録をつけてもらうといいと思うんですね。だからまあ YouTube とか Twitter とかにアップするしない別として、例えばこのタカタカの練習をした時に、それをまあ記録しておいて、例えばどれぐらいのスピードで叩けるようになった、テンポ100で、タカ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 叩けるようになったって思ったら、それを記録しておいて、で、まあスピードもそうやし、時間どれぐらいできるようになったとか、曲がどれぐらい叩けるようになったとかっていうのを記録しておいて、でそれを例えば1週間後、1ヶ月後に、見返して、まあ、同じようにやった時に、あ、この時よりも、テンポが10上げれるようになったなとか、この時よりももっとなんか表現力が豊かになったなとかっていうような感じで成長実感できると、モチベーションって上がったりするんですね。でその時の過去の動画を見た時に、例えばこの成長が実感できなかった場合、なんか全然変わってへんやんってなった場合は、ちょっと方向を変えてみるみたいな、ちょっとじゃあダブルストロークの練習をここで取り入れてみようかみたいな感じで、ちょっと方向を変えてみるっていうのもいいと思うので、だからまあ1日3時間絶対練習するぞっていうことになると、1日3時間練習することが目的になってしまったりすることがあるので、なのでまあ一回そのハードルをぐっと下げていただいて、例えば1日30分にしたとして、その30分ちゃんと記録つけて目標を決めてやってもらって、で自分の中のこの変化に気づいていただければ、まあ、モチベーションがうまく継続していけると思うので、そんな感じで、やっていただけるといいんじゃないかと思います。はい。